C は四部休符に音を入れ、タイを外して練習し、正確なリズムをつかみましょう。ホルン3パートで和音を奏でるところは、長い音符に変えてハーモニーを確認しましょう。気を抜かず、躍動感のあるピアニッシモを心がけましょう。